おやおや、あなたが僕の恩師様ですか。こちらへ来てください。飴ちゃん一ついかがですか。お帰りなさい。なんだか美味しそうな匂いがしますね。何を買ってきたのです。早く見せてください。ここは寒いですね。恩師様、もっと僕にくっついてください。僕があなたの体を温めて差し上げますからね。俗人者は通さない。僕は与えられたこの世のすべてに感謝を。少しだけ疲れたかもしれません。先に家に戻ってつまみを用意して待っていてくれませんか。ここは少し寒いですね。けれど景色は綺麗だし、住むには悪くない場所ですね。皆で路頭に迷う民たちを諭しましょう。心配しないでください。そう簡単に僕は死にませんから。この糸をご覧ください。綺麗でしょう。でもね、触ってはダメですよ。とても鋭利で危ないですから。さて、何か好きなものはありますか。この糸で作って差し上げましょう。ちょっとどうしました。なぜそんなにジロジロと見ているのです。え、この長い髪ですか。僕は僧侶ですが、だからって丸坊主にしなければいけないことはないでしょう。その手に持っているバリカンを今すぐ離してください。終わりました。さあ帰りましょう。てめえでしょうか。とても美味しそうですね。ありがとうございます。